ていうかね、渋谷どこでも運動場っていうね、うん、あのプロジェクトが区の事業としてあるので、はいはい、でそこでね、まあ、区としては、なんていうんですか、こう11地区すべてでね、うん、できたらいいなっていうところがあって、で、はい、でも、まあ、東京プレーさんが入って、どっか地元の、その自分たちでやる、やりたいリーダーを見つけるっていう感じが大事ですよね。で、そのうちに自分たちがもうやりたくなってどんどんやっちゃうという、はい、ですよね。今日はね、一応あのデモンストレーションの日なので、ですよね。だから特にね、うん、あのなんかこう誰かが主体でっていうよりは私ね、こう僕たちがちょっとこんな風にできますよっていうのを見てもらうっていう感じですかね。そうですか。やっぱりあの勝手にやって叱られてもう嫌だとか、はい、手続き始めたらもう怒りちゃったとか、はいはい、いろいろありますよね。そうですね。だから手続きはね、まだそれなりに多分ちょっと大変なんですけど、はいはい、でもね、なんかまあこういうのを繰り返しながら、はい、押し積みながらやりますけど、ね、ロンドンがあそこまで行くには10年ぐらいですか。それぐらい経ってるんですかね。2003年とか4年ぐらいか、うん、大阪の方に行くと大阪でやれることが東京でできない、東京都というところと各区というところがなかなかうまくつながっていかないんで、東京都の文化を作るというところで、そうですね、で子供の声が聞こえるってことはすごく嬉しいですね。ね、なんかこう元気が出ますね。ね、本当にこう渋谷区のこう地域で、だからわーっていう感じじゃなくて、こうちょこちょこと、あ、こうやって遊べるんだっていう、そうそうそう、それを広げていくっていうか、だからできる時にできる人がちょこちょこっとやって、はい、で、あっちでもやったよ、こっちでもやったよっていうぐらいがいいですよね。本当にそう、もう本当に狙いとしてはね、本当にいいとこ、いいとこついてる、ついてますよね。本当にそう思います。そう、はい、だからそれをできる範囲で周りの人が応援すると、うんうんうん、本当ですね。ですよね。はい。いやー、かかった。かかった。